かっこネタバレ配慮版、おはようございます。カモネさんは月姫本編のネタバレにはならない範囲で感動した部分はありましたか？私はエンディングで新月刊漫画版の佐々木少年さんの名前を見かけたのが感慨深かったです。月姫本編のネタバレにならない範囲でお答えください。確かにね、まあね、とりあえずね、月姫リメイクはね、やってほしい。まだやってない人がいたら一刻も早くやってほしい。やってほしい。で、まあネタバレ配慮はまあもういいかなという時期ではあるんだけど、さすがに私のこう配信上で急にネタバレの話をしても良くないのであんまりしませんけどね。やって。リメイク面白かったっすね。そうそうそう、そういうコメントですよ。そういうのを期待しておる。だからね、リメイクでやって本当思うのが、なんだろう、みんな可愛い。なんだろう、キャラクターがなんかね、生きてる感じがすごいするんだよね。キャラクターがすげえ生きてる感じがする。表情差分とか多すぎるしさ、なんかみんなめっちゃ可愛いから、すげえ面白いんだよね。アニメ見てるみたいな感じっていうか、社長絵でアニメしてる感じ？なんか不思議な感じなんだよな、あれ。そうだなぁ。で、まあ、フルボイスで、ボイスもすごい感情移入しやすいし、しやすくてよかったし、演技もすごくて、なんかね、聞き入っちゃうんだけど、まあ、とりあえず感動した部分は、まあ、なんだろう、山のようにあるんだよな。普通に歩くルートでもシエルルートでも、なんか、しくしく泣きながら焼いてたし、泣いてたし、なんだっけ、なんかね、やっぱ、面白いシーン、普通にその、腹抱えて笑えるようなシーンと、バトルで熱くなるシーンと、普通に泣けるシーンっていうのが、それぞれ、なんだろうな、普通にあるというか、なんか、ね、いろいろあったよな、いろいろあった。かなぁという感じで、まあ面白かったシーンはやっぱあれかな、作動室でシエル先輩が国権の話をするところ、あそこが多分ね一番笑ったかな。宇宙を感じてる時のシーンがね相当好きですね。あれがめちゃくちゃ面白かった。ネタバレに範囲をするとなると、まあ、アルクルートのぐらいの話にしておくか。だと、どうだろうな。いや、 やっぱね、なんか、最初に月姫リメイクを始めて、最初に、あ、これ月姫だってなった時が、ある意味でね、一番感動したんですよね。思い出の中にしまわれていた月姫という記憶が、正しい形で、この今のね、世の中に出てきた感がある。そのまんまではなくて、当時の感動が今のクオリティで出たっていう感動があった。ので、あれがね、かなり、だからもう、なんだ、始まって、で、ゲームで言うとこの3日目 ?2 日目 ?3 日目ぐらいかな、あたりのところが結構普通にうおーってなったな。2日目ぐらいか。散策するあたりだから。だから、そうだな。元のメルブラ、同人版に比べて確か日数って増えてったような気がするんだけど、なんだろうな。微妙に変わってはいるんだけど、ああ、これ月姫じゃん、みたいな感じになるのがすごい良かったね。そうだな、まあ、とりあえず、そうだね。塔の邸にいるときがね、やっぱ月姫感がやっぱ高いよね。塔の邸に行って、まあ、塔の邸に帰るときもそうなんだけど、まあ、秋葉がいて、ワクさんが出てきて、翡翠がいて、みたいなやつ。
あの辺にいる時はね、俺月姫やってるなって感じになるんだけど、その時に出てくる、やあ四季君、私だよ、佐伯ゴートだ、誰だお前っていうのが一番面白かった。一番私今メルブラじゃないや、月姫の世界にいるって思った時に、一番月姫じゃないやつがいるんだよ、私だよ、お前誰だよ、誰だおめえおめえ誰だってなったし、なんだろうな、荒木先生とかも出てきた時におめえ誰だよってなるからね、あれっていう意味で、あの辺の塩梅がいいよね。その月姫だなーってやっていた中で、一番月姫を感じていたタイミングで一番月姫っぽくないやつが出てくるっていうのが、ああ面白いなってなった。あの辺な、すげえこう、なんだろう、タイプブーンの手のひらの上感あったな、正直。正直かなりあった。まあまあ、そういう感情抜きにしても普通に面白かったんだよな、という感じで。まあ感動した部分、まあ普通にシエルルートの最後とか普通にめっちゃ良かったからな。まあ、ちょっとめちゃくちゃネタバレだからしないですけど。まあそういう感じで。どこも良かったかなという感じです。はい。そうね。荒木先生ね、能登さんってのはね、俺も正直最後のスタッフロール見るまで分かんなかった。分かんなくない？あれ結構。あの能登さんなのはね、実はちょっと分かんなかったね。はい。という感じです。お便りいただきありがとうございます。みんな月姫やろうね。